Welcome to Age Free Cafe. お送りしたのは岡村孝子さんで夢を諦めないででした。ということで Age Free Cafe ミュージックトーク、今夜一組目のゲストは岡村孝子さんです。もしもし。もしもし、こんばんは。ご無沙汰です。お元気そうな声を聞いて安心しました。はい、元気です。おかげさまで。大丈夫ですか、会長ですか。会長年相に、はい、今日一つよろしくお願いしたいと思いますけれども。よろしくお願いします。はい、今日ですね、私の今テーブルの上にいろんな CD が置かれてるんですけれども、はい、ジャケットが同じようだけどちょっと違うですね。岡村孝子さんがソロになってから35周年を迎えられたということでですね、9月8日に2タイトル同時にリリースされた最新ベストセレクションアルバム、一つはですね、はい、ティーズベストシーズン1、はい、これはソニーミュージックダイレクト版で、もう一つは同じタイトルなんですけども、ティーズベストシーズン2ヤマハミュージックコミュニケーションズ版ということなんですけども、これファンのですねリクエスト曲とともに、そこにまつわる思い出エピソードなど募集して、最終的に岡村孝さんが選曲をしたオールタイムベストセレクションっていうね、これはどういう形で選曲されたんですか。曲いっぱいあると思うんですよね。で調べたところ、オリジナルアルバムが18枚出てまして、はい、300曲近く書かれてるわけですから、この中で選ばなきゃいけないっていうね、はい、もちろんね、誰もが知ってるヒット曲を収めてほしいなっていうファンの願いもあるだろうし、でご本人もこれも入れたいっていう感じがありますけれども、この選曲難しかったんじゃないですかね。そうですね、闘病を終えて、はい、新たな一歩を踏み出す時に、うん、35年23歳からソロデビューしたんですけども、うん、今までをつなげてあげたいなという気持ちがあって、応援してくださってる皆さんにとって思い出の曲とか、うん、思い出にまつわるエピソードを送っていただいたんですね、うん、でその中から選曲をしました。岡村さん自身が自分で入れたい曲もあるしね、はい、今この時期だからこそまた聴いてほしいっていうことはあると思うんですよね。この曲は入れたいなと思ったんですけど、うんうん、だけど今回のコンセプトにはちょっと合わないかなということで、泣く泣く外した曲もあるので、うん、そういったものはまたいつかフラベストを作れたらいいなと思ってます。なるほどな。それからですね、ヤマハ版の方が新曲も入ってますけれども、2年前に闘病しまして、はい、白血病という病気で、その時にたくさんの皆さんが応援をしてくれたり励ましていただいたおかげで戻ってくることができたので、うんうん、その感謝の気持ちを書いた女神の微笑みという曲があるんですけども、はい、その新曲を収録しました、うん、そして初回限定版には、うん、メイキング映像とか、はい、インタビュー映像であったりとか、うん、まだ皆さん今までに見たことがないというか、私も見たことがなかった新宿厚生年金会館で、うん、夢を諦めないでを初めて披露した時の映像なども収録されてます。で今こう2つね、シーズン1と2を見てるんですけれども、ディスクが2枚入ってて、ディスク3はブルーレイなんですけれども、これは全部違ってますよね。同じわけじゃないですよね。ブルーレイが入ってるのは初回限定版だけなんですけども、うん、はい、シーズン1もシーズン2も内容は違います。ということはやっぱりね、これ別々に見ていただくしかないかなって感じがするんですけれども、どちらもなんですけども、岡村孝子ってどんな音楽やってるのかなっていうことを聞いていただくのにいいんじゃないかなと思うんですけども、はい、うん、私の中でシーズン1はまだちょっと怖いものを知らずで、はい、まっすぐな瞳で突き進んでいる時期に書いた曲が多いかな、うん、という感じで、はい、シーズン2はいろいろな経験をして、うん、ちょっと穏やかになりながら私は今生きているっていう気持ちで書いた曲がたくさん詰まってるんじゃないかなと思います。はい、ということでぜひですね、シーズン1、2とね聴いてほしいなという感じがしますので、それでは先ほど出てきましたこの歌はね、今の心情ということで聴いていただきましょうかね。
闘病中に支えてくださった皆さんに感謝の気持ちを込めて書いた曲です。それでは聴いてください。岡村孝子さんで女神の微笑み。したのは岡村孝子さんで女神の微笑みでした。紡ぎ続けていく名もなき愛の歌をあなたに導かれ今を生きているっていうね、すごく印象的なフレーズがありました。いい歌ですね、すごくね。ありがとうございます。ぜひですね、じっくり聴いてほしいなと思います。それからですね、今コロナ禍の状態の中でコンサートがずっとね、こう1年以上できなかったんですけれども、岡村さんは9月にね、渋谷公会堂、はい、ラインキューブ渋谷でですね、復帰コンサートをやられたんですけれども、久しぶりにコンサートをやられてどんな感じですか？はい、そうですね、世の中がその時コロナ禍で大変だったので、うん、目の前にお客さんがいるというすごく感動と、はい、それから私も闘病していたので、うん、2年9ヶ月ぶりのコンサートだったんですね。はい、でリハーサルの時からいろんなことをシミュレーションしながら歌っていて、うん、お客さんの顔を見たら泣き崩れてしまうんじゃないかとか、はい、いろんなことを考えながらリハーサルでもう大泣きしてしまったので、うん、割と本番は一人一人のお客さんを見つめながら、はい、穏やかな気持ちで、うん、すごく幸せな気持ちで歌いました。でこれからまだね、コロナ禍どうなるか分かりませんけれども、今後に関してはどうでしょうか？岡村孝子さんとしてはね、どんな活動をされていくんでしょうかね。はい、具体的には今回コンサートをやってみて、うん、体力的なこととか、はい、もうちょっと頑張りながら、うん、よしやれるなという、うん、感触があったので、うん、ライブをしたりとか、うん、それから引き続きスタジオに入って曲を作ったりとか、はい、行きたいなと思っているんですけども、うん、久しぶりにこの間インターネットラジオをお正月ぶり以来再開して、今ちょうど聴けると思うんですけども、あ、ティーズガーデンですね。はい、はい、そうです、聴いていただけると思います。はい、無理をしないで頑張っていただきたいなと思いますけども。はい、無理をしないで102% ぐらいで頑張りたいと思います。そうですね。はい、それではせっかくですから、はい、もう一曲いきたいんですが、最後締めの曲としてどれいきましょうか？はい、シーズン2に入っている、はい、ノーレインのレインボーというアルバムの中にも入っていたんですけども、大切な人、はい、いろいろと今皆さん大変な世の中情報が溢れていたり、うん、人間関係とか大変だと思うんですけども、誰もが誰かにとって大切な存在、みんな必要とされてこの世の中に生まれてきたんだよということを感じていただけたらいいかなと思って書いた曲です。それではそれで締めたいと思います。岡村孝子さんで大切な人、はい、今夜のエイジフリーカフェミュージックトーク、一組のゲストは岡村孝子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あなたと岡村孝子さんでアルバム「ティーズベストシーズン2」より「大切な人」でした。大人のための音楽をお送りする「エイジフリーミュージック」、 CM の後は今夜。